福岡市の高島市長は先ほどワクチンの3回目接種について予約なしの集団接種をあさってから行うと発表しました。この3連休の初日、11日からですね、クルーズセンターにおいて予約なしのワクチン接種をスタートしたいと思います。会場となるのは福岡市博多区のクルーズセンターで、3回目接種券を持つ福岡市民が対象となります。使用されるのはモデルナ製ワクチンです。クルーズセンターでは現在も3回目接種が行われていますが、予約者が対象で明日から受付時間が延長されます。発表された予約なし接種はあさって11日から始まり、受付時間は午前11時から午後5時までで、それ以降の時間は予約が必要となります。できるだけ早く打ちたいというニーズに応えたいとしていて、福岡県が示したすべての年代の6ヶ月前倒し接種については、市の担当者は今後検討するとしています。